グラディアトゥールはフランスで生まれた競争馬。イギリスで調教され、史上を2頭目フランス3馬として初のイギリスクラシック三冠馬となり、第2のエクリプスと呼ばれた。ダービーステークスを制するなどイギリスで大活躍したことにより、フランスで国民的人気を博した。同国のパリロンシャン競馬場正門にはグラディアトゥールの銅像が立てられている。 グラディアトゥールは1862年、フレデリック・ラグランジュ伯爵の所有する牧場で生まれた。出生後間もなく、母親に右前足を踏まれ、そのことが原因で、つなぎの腫れと急接の後ろにある骨の炎症を、生涯にわたって、抱えることになった。ラグランジュは生産場の内活躍を期待できそうなものを、当時競馬の先進国であったイギリスへ移送して、 調教を施し、そうでないものをフランスに残して、調教を施す方針を持っていた。グラディアトゥールは、イギリスへ移送されるグループに選ばれた。1864年グラディアトゥールは1864年10月11日、イギリスニューマーケット競馬場で行われた、クリアウェルステークスでデビューし、勝利を収めた。その後2戦して、それぞれ3着と着外に敗れ、この年のシーズンを終えた。 このシーズンのグラディアトゥールは、波行を発症しており、3戦目はその上ひどい咳の症状を起こしていた。1865年よ八1865年の3月頃から、グラディアトゥールの波行は緩和し始め、同馬を管理する、ジェニングス級車の看板ババルマンダリンとの合わせ馬で10馬身以上、先着するなど良い動きを見せるようになった。これを受けて陣営は、 イギリスのクラシック競争第1戦2000 2位への出走を決定。単勝8.0倍という低評価だったが2着のアルキデメスに首差先着し優勝した。この勝利はフランスサンバによる初のイギリスクラシック競争制覇であった。グラディアトゥールの生産国フランスとイギリスとは当時政治的な敵対関係にあり、フランスの人々はド馬の勝利を祝うため、 予動支援を模様し盛大に行われたと伝えられている。2000ギニー優勝後のグラディアトゥールの体調は良好で、破行を起こすこともほとんどなく、クラシック2000目のダービーステークスへ向けて調整が進められた。レース前に、前年のオークス優勝馬フュドレールといった合わせ馬では、同馬より3.6キロ重い金量を背負いながら、楽々と先着してみせた。 試行時に流行した馬インフルエンザの影響で有力な対抗馬が出走しなかったこともあり、単勝3.5倍の一番人気に支持されたグラディアトゥールは、タってなムコーナーを10番手で通過する展開から追い込みを決めて優勝。イギリスクラシック2冠を達成した場所のラグランジュ伯爵がフランス皇帝ナポレオンの副将の末裔であったこともあり、フランスの新聞はこの勝利を バーテルローの復讐という見出しで報じた。イギリス競馬の象徴とも言えるダービーを制覇したことに民衆は歓喜し、同馬の勝利を祝う縁が何日も続いたと言われている。ダービーステークス制覇によりグラディアトゥールはフランスの英雄として扱われるようになった。一方、イギリスではフランスが自国のダービーにイギリス製産馬の出走を認めないのは 不公平だという意見が紛失したと言われている。ダービーステークスを優勝したグラディアトゥルは、その11日後の6月11日に、フランスのロンシャン競馬場で行われる、同国最大の競争であるパリ大賞店に出走した。フランス国民は英雄の外戦を歓迎し、ロンシャン競馬場にはおよそ15万の観客が訪れたと言われている。このレースで、 グラディアトゥールは2着馬に8馬審査の勝利を飾った。グラディアトゥールの勝利に沸く観客は、ババの柵を押し倒してババへなだれ込み、同馬を取り囲んで祝福した。その光景は、日が落ちるまで続いたと伝えられている。パリ大賞店優勝後、グラディアトゥールはイギリスへ戻り、7月25日の、 ドローイングルームステークスを40馬審査で勝利した翌26日のベンディングメモリアルステークスにも出走したが他に出走馬が集まらず単走を勝ちさらにイギリスへ戻ってニューマーケット競馬場で行われたニューマーケットダービーを優勝した10月24日には同じニューマーケット競馬場でハンデキャップ競争のケンブリッジシャーステークスに出走したが着外に敗れた このレースでグラディアトゥールに課された筋量は62.2キロという重いものであった。1866年1866年4月4日、グラディアトゥールはニューマーケット競馬場で行われたダービートライアルステークスに出走した。この時グラディアトゥールの右前足の状態は非常に悪く、とてもレースを走ることのできる状態ではなかったと言われているが、他の馬が グラディアトゥールとの対戦を避けたおかげで単走で勝利した。翌5日のクラレットステークスも同様に単走で勝利した。その後すぐにフランスへ移送され、ロンシャン競馬場で行われたアンペーラトリス対商点とラクープを連勝した後、イギリスへ戻った。5月31日には当時イギリスのコバチャンピオン決定戦であったゴールドカップに出走。 この時のグラディアトゥールのレースぶりは次のように伝えられている。序盤、グラディアトゥールは先頭から250メートル離れた位置を追走した。しかし騎手が指示を出すと加速を始め、最終的には2着のレガリアに40馬身の喫茶をつけて優勝した。10月7日、グラディアトゥールはフランスのコバチャンピオン決定戦、アンペルール対象店に出走し、 二着馬に三馬身のキサをつけ優勝。このレースを最後にグラディアトゥールは競争馬を引退した。なお、最後のレースとなったアンペリウール大賞典は後に競争名をグラディアトゥール賞に改めた。グラディアトゥールはフランスのノルマンディにあるラグランジュ白爵の牧場で種ボバ生活を開始した。しかし、フランス第二帝政崩壊後ラグランジュ白爵は 財産の大半を失い、さらに1870年に、不仏戦争が勃発して牧場が、プロイセン王国の軍隊に接収されたことで、グラディアトゥールを手放さざるを得なくなった。グラディアトゥールは、ブレンキロンという名のイギリス人に5800ギニーで売却され、ニューマーケットの牧場でつなぎをされることになった。売却から4年後に、ブレンキロンが死亡するとグラディアトゥールは、 セリーチに出品されて、霊という名の軍人の手に渡り、その後さらに霊の友人に転売された。1876年、右前足の頭脳炎が悪化して立つことも、ままならなくなったグラディアトゥールは、安楽死処分された。グラディアトゥールの種ボバ成績は、期待を大きく裏切るもので、そのことが晩年の不遇につながったと言われている。グラディアトゥールとは剣闘士の意味である。 グラディアトゥールは背が低く、ゴツゴツとした体つきの馬であまり見栄えのする体格の持ち主ではなかったと言われている。そのことをめぐって次のような逸話が残されている。フランスで国民的人気を誇ったグラディアトゥールであったが管理はイギリスの旧舎でなされていた。ある時グラディアトゥールを目にしようと旧舎を訪問したフランス人を調教師のジェニングスが案内した。 ジェニングスが、厩舎の中にいた一頭の馬を指差し、これは、私が競馬場に通う時に使う馬車場ですと言うと、フランス人は、太っていて無様な馬だ。それよりも、フランス生まれの英雄を見せてくれと答えた。するとジェニングスは、その無様な馬が英雄だ。フランス人が、こんな冗談を真に受けるほど馬を見る目がないとは、思わなかったとフランス人を冷笑したという。 ありがとうございます。